はい、皆さんこんにちは、ウォンカです。今回は腹式呼吸ができるのになぜかね、呼吸が浅くなってしまう方へ向けたトレーニング方法を紹介していきたいと思います。なんか歌ってる最中に最初はいいのに、なんかどんどん吸えなくなってくるみたいな、なんかこの辺で呼吸するようになってきちゃうみたいな、なんか最初はなんかこう、なぜ巡り合うのかをってくるのに、私たちはいつも知らないみたいな、いつ巡り合うのかをってなっちゃうみたいな、なぜっていけるのに最初はどんどん上に上がってくるみたいな、うーみたいな、これはね僕もすごいあって悩まされてきたんですけども、原因はまあ横隔膜がしっかり下がってないとか、肋骨の柔軟性が全然足りてないとか、そもそも、胸鎖乳突筋とかのこのここの動きが活性化されてないとか、体が凝りまくってるとかね、すごいストレスがあって胸に圧迫感を感じる、背中に圧迫感を感じるとか、いろいろ原因はあるかもしれないんですけども、根本的な原因を一つだけ僕が提示しますし、これをやれば解決できるっていう方法になってますので、ぜひ一緒にやってもらえればと思います。では聞いてください。で、まず何をするかなんですけども、呼吸って肺に入るわけですよね、空気が。そしてまあ横隔膜下がったりとか、肋骨が広がったりとか、もしくはなんか腰を浮き輪のようにとか、背中に空気を入れるとか、いろんな表現があると思うんですけども、そもそも肺に入るんですけども、肺っていうのは肺胞っていうものがあるんですけども、中にね、ブドウの房みたいなやつ、こいつらが小さいのがいっぱいプチ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 って膨らんでくれて、肺が膨らんでくれるって状態なんですけども、その肺胞を活性化させようという内容でございます。そしてやり方なんですけども、とても簡単で、ストローを使います。ストロー、コンビニのね、ジュースとか、買った時にね、ついてるストローとかでもいいです。こう細めのストローがいいかなと思います。細ければ細いほどいいし、太くない方がいいと思います。なぜならいっぱい吸いたくないから、空気を細く、ゆっくり吸いたい、なのでストローを使います。はい、そして細くゆっくりだったら、さしすせその素で、吸ってもいいんじゃないかってなるんですけども、顔に力が入りやすいんですよね、これだと。なのでどっちかっていうとストローを加えて吸った方がすごくね、で吸うよりも、まあ、やってみていただければ分かるんですけど、ストローの方が明らかに、まあ、そのスーって入っていくかなと思いますので、ぜひストローを使ってください。そしてどうやるかなんですけども、このストローを使って上半身はなるべく力抜いて、座った方がいいかな、寝っ転がってもいいかも、座ってもいいかも、こう脱力しといて膝ちょっと曲げて立ってやるなら、座ってやるなら座って、こうなんかもう休憩って感じの座り方でいいかなと思います。でゆっくり吸っててください。満タンまで吸ったら力を抜くだけでいいです。吐こうとしなくていいです。なので実際やってみると、こんな感じ。すごい分かりづらいですよね。で、圧迫感がこの辺に来るかな、この辺、この一番下の方にぐーって広がるような感じ。これはね、5回ぐらい続けてほしい。できれば。1回じゃなくて5回ぐらい。そして、やってる目的としては、ストレッチだと思ってください。ストレッチ。練習、強化、じゃなくて、ぐいーって伸ばすような感じ。今まで使ってなかった肺胞を目覚めさせるっていうイメージかな。うん、そんな感じのイメージをやっていただければと思います。なので、5回、まあ、10回。やっていただければと思います。ただやりすぎてなんか頭クラクラするな、立ちくらみするなとか、なんか息切れがすごいなんかするとか、なんか具合が悪くなる場合は直ちにね、やめて、また時間を空けてからもう一度やってください。そしてこれをやることによってすごい歌唱力が上がるかって言ったらそうでもないです。うん、じゃあどんな効果があるのかってことなんですけども、今持っている歌唱力、表現力とか歌の技術っていうのがもう少し扱えるようになるかなと思います。自由度が高くなるかなと思います。っていうのと、ブレスした時により入りやすくなるかな。肺胞がすぐ膨らんでくれるので。なので、このストローで、ここら辺のね、呼吸を活性化させる、肺胞を活性化させることによって、普通にブレスした時も、しっかり一番下まで入ってくれるようになります。で、吸っただけなのに、今までなんかこの辺しか入ってなかったのに、下の方まで入ってくれる。そうすることによってより空気が入る。そしたらより横隔膜も下がるよね。ってことは横隔膜だけ下がる力を一生懸命っていうよりは、
肺胞も膨らんでくれるから横隔膜が下がる助けになるよね。肺胞がね、肋骨も広がる助けになるよね。肺胞が広がってくれることによって根本の部分がしっかり広がってくれるから外の筋肉も動かしやすくなるよねっていう状態になるので、ゆっくりストレッチする感覚でやっていただければと思います。はい、そんな感じでございます。ぜひね、やってみて、もしね、ここら辺に圧迫感を感じた、広がるような感じがしたっていう方がいましたら、まあ、グッドボタン、もしくはチャンネル登録もぜひ、していただけたらと思います。はい、これからも よりね実践的で、今すぐやってもらって効果があるような内容をなるべく提供していきますので、ぜひこれからも楽しみにしていてください。失礼します。